スは一路ユーラシア大陸の西の果てロカミセッキへと向かいます。日曜日にオートバイ愛好家の方々が好んで走るコースとなっています。行ったところから愛されるんだろうかと思うんですが、まあ、そういった人たちね、ロカミセッキのその売店の喫茶店のところに集まって、まあ、みんなでね情報交換をしたりなどしています。で、まあその引ったくりに、ね、気をつけていた、まあ、いわゆる公衆のですから小銭を渡して使うねお手洗いがありますし、ロカミセッキはユーラシア大陸の西の果てです。詩人カモン・エスの詩の一節、ここに陸付き海始まるの石碑があります。ここか、140メートルの絶壁から見下ろす海の眺めは壮観です。名前ちゃんと書いてくれたんですか、これ。